はい、どうも皆さん、こんにちは。ナタです。今回は戦国無双5に新たな追加キャラクター2名が発表されたので、そちらをご紹介していきたいと思います。早速1人目、前田利家。声優さんはこれまでに引き続き小西克幸さんが務められます。今作の前田利家は、信長の幼馴染としての面が強く描かれ、主君である信長にも遠慮のない物言いをする、そんなキャラクターですね。難しいことを考えることが苦手で、口より先に手が動くタイプ、みたいなね。そういった感じの人物になります。前田利家の得意武器は大宮りっていう武器で、まあ、敵の攻撃にね、ひるみにくく正面から敵を打ち崩していける、まあ、そういったね、武器になってます。そして二人目、本田忠勝ですね。声優さんは変わりまして、小林千佳弘さんになりました。今回の忠勝は、まあ、今までのシリーズで描いてきた最強の武士っていうわけではなく、その成長途中の段階を描いています。家康との関係は、右腕であり悪友といったイメージです。はい。なんかそういった感じのキャラクターになってます。得意武器はですね、前田利家と同じく大宮り。重さと長さを生かした広範囲の投げ払いや叩きつけなど豪快な攻撃が、まあ、忠勝のアクションの特徴になってます。というわけでね、今回は新たに追加された前田利家と本田忠勝の2名をご紹介しました。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ぜひお待ちしております。ほな、バイバイ。